津波来てねえな、なんか残りの余波みたいなので、あー来たー。はい、ということでですね、シティーズスカイラインズ英語禁止の街シーズン2始まります。はい、マップは今までのマップですね。第2期ということでね、はい、これから頑張って一生懸命頑張って、いきたいと思います。で、ルールのおさらいをしましょう。英語禁止シティスカルール、とにかく英語禁止です。英語禁止、ただしシティスカ、バンブ、ルーレットゼロ、あと視聴者の名前は除きます。はい、で、審査は視聴者が担当します。みんなが気づかなかった場合は私は英語言ってもセーフということですね。はい、英語言っちゃった時に災害を起こすまで一時停止にするので、その間は英語言っても OK です。はい、あとは英語を使ったら、ルーレットで発生地点、種類、規模を決めて発生させるとね。それが、このルーレットですね。よいしょ、こんな感じですね。どこに何をどのくらいでと、場所、種類、規模を、ルーレットで決めて災害を打ちます。はい、で、次、ここのチャンスタイムに入った場合、チャンスタイムルーレットがあります。で、シーズン2、チャンスタイムちょっと変わっていきます。ハズレをなくしました。はい、再抽選という手間をなくすためにこちら新しく一新してまいりました。資金10万、50万、100万は変わらずで、比率も変わりません、前と。ただ、ハズレの部分を、新しくしまして、まあ、ある意味ハズレという枠で資金ゼロの枠、そして、免罪符1枚、これ獲得した場合英語を1回回避できます。英語言っちゃった、免罪符っていうシステムを導入しました。で、あともう1個、災害規模4倍、これは回して災害規模、まあ 25.5 なんで最大102の災害が起こせるようなルーレットに進化します。災害規模4倍、これが一応、まあ、ある意味超ハズレ枠ということで、チャンスタイムが、まあ、ただただ俺に得なだけだと面白くないんで、まあ、ここに1個ジャックポット的なものを用意しました。こんな感じですね。当たりはね増えてる。これが、新ルーレットです。この災害規模4倍、そして免罪符1枚、これがどう効いてくるのかというところですね。で、もう1個、ルーレットは絶対です。ルーレットは絶対、そしてアンケートも絶対です。英語なのか英語じゃないのか微妙なラインの時はアンケートを行いますので、このアンケートに絶対従うというルールでやってます。で、あと特別借金は返すまで借りれない。あ、返すまで借りれない、返すまで終われないじゃなかったっけ。この特別借金っていう、借金がございまして、昔ね、町が本当に瀕死の状態になった時に無理して借りた575万があるので、これは借金返すまでは、人口が10万人到達しようがクリアにはなりません。なのでこれを返すまでが英語禁止の町ですね。あともう一個、免罪符の取り扱いなんですが、免罪符はルーレットを回す前までに使用しますと。回して嫌な災害が来たから免罪符はなしにします。まあ、だからルーレットを忘れてて回しちゃったら、その次の災害には使えるけど、その災害には使えないということで、ということで、始めていきましょうか。はい、で、人口今 48,973 人の状態からですね、スタートですね。皆さんも審判の準備できていますか？それでは始めていきますよ。よーい、始め、ドドン、始まりました。ここからは英語が言えません。シティーズスカイラインズ英語禁止の街第2章始まりました。さあ、ドキドキしております。そしてですね、前回の配信の時に津波と隕石を撃って終わっているので、おそらく来ると思われます。定かではないが、おそらく来る。仮想場は再建する、そこは再建していく、再建できるものは再建していく。よいしょ、もうやる。あ、これもやる、再建する。そして津波が来る。あ、どの津波でしょう。あ、なんか違うな、津波来てねえな、なんか残りの余波みたいなので、あー来たー。俺なんでここ直してたんだろう、もったいな、もったいな、大な、壊れました。
なんてなんて幸先の悪い始まりなんだ。もうなんか水の上には建設できませんとかっていうわけわかんないこと言ってるやつがいるんだけど、水なんかないだろうどこにも。あ、ないわ。直していくぞ。こんなんで諦めない。諦めたらそこでなんとやらって言うからな。ここは、壊れてますと。壊れてますと。とりあえず復旧できたね。このなんか直角工作高速道路はなんとか復活しました。さあ直していくぞ。ここは対面の2車線ですね。対面の2車線、防音壁付きですね。よいしょ。もうなんかさ、これさ、どうだったっけ。多分こうだったのね。ただ水がちょっと待って、岩が足りね。ここの岩が壊れてしまった。トントントンと。なんかさ、日に日にこの辺りの水かさが増してるのよね。なんでだろうな。そんな謎を解決するのが私のシティーズスカイライン配信。なんか水がないってよ。みんな、隕石だ。これ隕石だ。より強固なものにしていくか。ここはもう何が強固かわかんないけど。もうこれ何が強固かわかんなくなってくるけど。おっとおっとおっと、この隕石の後のせいでめちゃくちゃ水位が増してます今。そして町に水が流入している。これはどげんかせんといかん。これどげんかせんといかんですね。もうしょうがない、もうこれしかない。俺に打つ手はこれしかない。なんだこれ、なんかここに何かがあるな。何かがあるな。これ電線か。この電線ぶっちぎっちまえよ。いらねえよ。なんだよこれ、電線なんかもういらねえっつってんだよ。道路じゃね。おこれ道路じゃね。いや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 、待て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 、水が止まらんぞこれ。整流しなきゃ、どこかで整流しなきゃ。ここだな、こうだな、ここで抑えるしかない。なんだこれは。もうどうしよう。いや、なんとかなった、なんとかなったよ。ほらなんとかなりました。ここは後々乾くとして、乾くかな、繋がってないもんな。ギリ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 繋がったな今。たまに繋がるんだけど、ここの水。まあ、とにかく、こんな感じでいいんじゃないか。まずは一旦直す、一旦直す。完璧ではなくても直す、まずはな。こんな高速道路あったっけ俺。こんなん作ったっけか。まあいいか、そんなのはどうでもいいのよ。とにかく今やらなきゃいけないのは直せるものを直すこと。直しきってないのよ。どう、これで直った、直った、直ったね、直ったね。あーもうすごいわ、もうなんだこれ。全部こっち行ってるからか。ここでもまあ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、信号だな、信号、信号を撤去します。ありません、信号なんてものは。信号なんてものはないけど止まってる。なぜだ、こいつが水を汲み上げているからだ。水汲み上げ渋滞が起きてる、こいつのせいで渋滞が起きてる。まあもうしょうがないな、これに関してはしょうがない。そして、津波が来ております。ね、これいくつの津波。あ、でも超えてるね、壁超えてるな。でも絶望の島は完全に絶望してるな。島ではねえもんな、もうな。いやでもまあこれはなんとかなるんじゃね。いや、ならんな。もう見たくありません、もう私は街が沈む様を見たくありません。臭いものには蓋、現実から目を背ける。この2点をね、大事にして配信をやっていきたいよね。
さあ直せるところ直していきたいところですが、給水車が2台に増えました。お前らさどこの水汲み上げてんだ。間違ってもこの川の水汲み上げなよなあ。頼むから。なんか怪しいんだよな、この川の水汲み上げてんじゃないかな。ほらなんかちょっと吸われてる感じしない、この辺水の流れ的に。ほらこの辺ちょっと吸われてない。つかぬことをお聞きしますが、まさかまさか川の水吸い上げてるなんてことはないですよね。お願いしますよ。あでもなんかじわじわ前に行って渋滞は解消された。そしてこっちの渋滞は最悪。この渋滞をなんとかしたいんだが、これ多分ここが壊れてるからなんだよね。でここが壊れているのはですね、まあ直してですね、直してこれをここになんとかくっつけたいんですよ。なんとかここにくっつけたい。でそうなってくると、まあこうでしょうね。まあこうでしょうね。信号なんてものは撤去しなさい、いらないから。信号不要論、新しく本出そうかな俺。信号不要論、あらかた直ったけど、そうだね、貨物の線路が壊れたまんまだね。貨物の線路ってどうなってたんだこれ。ここからビューってきて、ここでビューって、ああここだ、貨物の線路を直すぞ。よし綺麗だな。あゴミ焼却、これ直しときたいね。でこの辺の道路が割と行っちゃってるんで、ここはなんとかして全部つなげたいところですね。まあ、こうでしょうね。こうでしょうね。うん。これでいいと思うよ。しばらくは。さあ、あと、鉄道が壊れているっていうことは、おそらく地下鉄も壊れている。と思われるが、そんなことは、ある。ないって言おうとしたけどあった。残念ながら誠に遺憾である。あーっていうか、あれこれ地下鉄の路線が水没してるな。そうだよね、多分水没してるよね。こうだな、これでなんとかつながりました。でここは、あここは大丈夫か。あなんとかつながったね。英語怖え。英語ってこんなに怖かったっけ。なんかお金は結構黒字だな。ただ人口がそんなに増えてないんだけど、これなんで。なぜかというとこっちだな。こっちでやっぱり何回も津波の被害に遭って街が壊れているからなんでしょうね。うん、だってまだあれだもんね、波引いてる途中だもんね。ほらお大量の水が出てるぞこれ。大変なことになってますね。まあそりゃそうか。ここ池じゃないからね、もともとね。どこが本物の川でどこが本来池じゃないところなのかがわからない。なんだこれ。ここは多分もともと川だったよな。ここは多分もともと川で、ここは川じゃなかったんじゃないかな。なんか中洲みたいなのができましたね。でこっち側は間違いなく、平地でしたが、今は池です。ということで最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。